ロボコの今年はアクション演技グレーの開館4周年記念となります座長大会、早朝より各も盛大にお詰めくださりありがとうございます。劇場表方裏方出演者一同になりかわりまして、まずは皆様に深く厚く御礼を申し上げます。本日のご来場誠にありがとうございます。私、ありがたくも初めてこの久留米の地を踏むことができました。声をかけていただきまして、工場のお世話をさせていただくことになりました。大阪で劇団劇場の方のお世話をさせていただいております。山根演芸社の山根はじめと申します。よろしくお願いします。せっかくの座長大会でございますので、いつもと違った趣向でお届けしようと思います。本日集まりました座長たち、これからそれぞれのテーマソングに乗って一人ずつ登場してまいります。それではまず最初はこの方から。生ける伝説となった親の後を継ぎながら日々自分の世界を作り上げるために戦っております、九州演劇協会副会長、劇団原宿和田町姫金之助。ありがとうご登場でございます。偉大なる総筋の名前を劇団にいただき、日々奮闘中、この土地ではことに人気と伺っております沢村劇団座長、紀ノ国屋劇団座長、沢村優馬。日本で指折りの大一座を舞台と楽屋の両面で支えております、南條隆一座とスーパー兄弟副座長南條裕貴。テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、今まで毎日この人に毎朝を出て薄連れて2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスはいずれずいつと来る。オラこんな村嫌だ、オラこんな村嫌だ。昨冬この土地に初登場いたしまして人気を博しました。そしてご案内の通り、この秋再び帰ってくることが決定いたしております。静かに燃える青き炎、森川劇団座長森川隆二。踊りに対する厳しさを持ち、修練に修練を重ねました完璧の舞台、どうぞ皆様の身に焼き付けてくださいませ。大衆演劇界の誇る舞台の武道者、小井川純也。
もよろしゅうございました。若干二十歳でございます。本日は自分の目標とし、また憧れとする座長たちとの初共演でもございます。緊張の中から飛躍のきっかけをつかんでくれればと心より祈っております。ことぶき劇団若田町、ことぶきみそら。大きな名跡を引き継ぎながら、それに新しい息吹を加えるために自分をかけながら毎日戦っている人でございます。沢村劇団座長、三世沢村千代丸。お待たせいたしました。この8月盆興行当時公演決定いたしました。唯一無二の光をまといし、大衆演劇界の明けの明星、劇団クソ座長、大川亮太郎。名優若葉しげるの直弟子として、他の劇団にはない数々のお芝居、当月当地で披露いたしております。どうぞ皆様お見逃しなきをお願い申し上げます。本日下座相つとめます。劇団しぶき座長、しぶき陽之助。その重みはこの世界でなくてはならぬものとなりました。皆が慕いすがる大衆演劇界の要石でございます。名古屋維新会会長、南條貴志一座とスーパー兄弟責任者2代目、南條貴志。南條先生といえば赤いハンカチでございます。どうぞ個人的にお電話番号を聞いてください。必ず赤いハンカチを聞けますので、素晴らしい先生の統一感でございます。続きまして、この人がそこにいるだけでどこからか祭り囃子が聞こえてまいります。旅芝居の世界、この人がいなくては始まりません。九州演芸協会総相談役にして
橘劇団争奪賞、永遠のガキ大将、橘菊太郎。寂しさの後に優しい人に会うと、こんな夜に温かな言葉を触れて。それでは本日の主人公をご紹介申し上げます。この地に旅芝居の火を灯し続けて4年が経とうといたしております。日々皆様をお迎えするため笑顔を絶やさず頑張っております。久留米の女帝、楽勝演劇連監修、タラクマリエ。燃えろいい女でございます。本日の出演者一度舞台上打ち揃いました。まずはこの方からお祝いの言葉を頂戴いたしたいと思います。南條先生、よろしくお願い申し上げます。どうも久留米の皆さん、本日はようこそこのお祝いの席に早朝よりご歓迎いただいて本当にありがとうございます。思い起こせば今から4年前ですか、5月ですね、あの大会、どんちょう上げのね、ダチョウ大会がありまして、それから一生懸命頑張り、コロナの中も大変だったと思いますが、それでも久留米の皆様方を楽しんでいただくように、そして我々劇団のためにと、この3年間を苦しみながらですね、コロナの中を一生懸命切り抜けて頑張ってやってまいりました。どうか一つこの劇場を久留米の皆様方の本当に娯楽の場として、これからも末永く応援していただきますようお願い申し上げ、私のお祝いの言葉に返させていただきます。どうもありがとうございました。どうも先生、ご苦労様でございました。まだこれからも頑張ってください。どうもありがとうございました。続きまして、当公演の公演責任者でもあり、そしてこの劇場の後見も務めてくださっております、もう一つの顔、橘芸能社社長という顔も持っております、橘菊太郎を加えます。4周年記念座長大会、ご来場誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。北沢大変ですけどよろしくお願いいたします。皆さんどうもありがとうございました。改めまして社長、4周年記念おめでとうございます。思い出すと4年半ぐらいですかね、前にあの松園座長の方から電話があり、久留米で劇場をしたい人がいるんだと、話したら聞いていただけないだろうかという話で、自分たちが博多新劇座に乗っている時に来られて、それからトントン拍子でこの劇場が見つかり頑張っております。この4年の間の半分がこのコロナの時で、大変な時期を迎えて、劇場側も劇団も、大変な時期なんだですけど、それを乗り切っていこう、今一生懸命劇場も劇団も頑張っております。これが5周年6周年と続いてまいりますように、
私たちも一生懸命努力してまいりますので、皆さん応援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。先金の重みがございましたね。なかなか立花雑誌の言葉こう聞こえていません。皆さん今日はこれで広瀬も取れました。素晴らしい。それではもう一度主人公でございます、楽勝演劇連監修社長田中万里へご挨拶。本日はコロナ禍の中、大変な中、こんなに多くたくさんのお客様が集まっていただきありがとうございます。興行師の山根社長も今日は遠いところありがとうございます。各座長様方も遠いところお忙しい中来ていただき、出演していただきありがとうございます。そして今日 の大会にあたっていろいろ協力をしてくださったりサポートしてくださった陽之助座長、そして劇団しぶきの皆様、本当にありがとうございました。誰もが経験したことがないような世の中なんですけれども、毎日こうやって幕が開けられるのも舞台の上で頑張ってくださる劇団様、そしてそれを見てくださってるお客様のおかげだと本当に感謝しています。演劇伝という意味は、由来は一人でも多くの方に楽しく笑ってもらえるような空間を作りたいと思ってつけた名前です。これからも楽しく笑っていただけるお客様が一人でも多く笑顔になって帰っていただけるように頑張って劇場を守っていきますので、皆様支えて見守っていてください。よろしくお願いします。単身劇の劇場を初めて見ようとなさる方っていうのはいろいろで、例えばこの不景気の時代に皆様が家にお帰りになる、その日の入りが30人だとしても30人の方が表に出ていくと、これ結構入ってるなというふうに見えるもんなんですよ。実際は30人じゃ持たないんですよ。でもそう見えて少し自分に手回りのある人は、これはちょっと芝居の劇場でもやってみようかなと思うことがあるのかもしれない。そういうところは確かにあります。一番最初この田中社長の話を聞いた時、多角的にいろんな事業をなさっておられて、そしてこの仕事に入ってこられた、もしかしたらそういう気持ちなのかなというふうに思っていたこともありました。でも本当にご本人のことを知り、つくづく話していると、私この仕事をずっとやっていきたいと思うんですと、そういうふうに言ってくれました。初めの距離はどうであれ、旅芝居のことを愛して、そして皆さんと共に苦楽を過ごしていこうというふうに決められたと私は感じて、とても感動いたしたところでございます。日本に2つとないこの立地、全室平日1990円のホテルル、そして隣はフィリピンパブウルトラクイーン、これに挟まれましたこの特殊な立地にこの劇場を設置いたしました。そして皆様と共にやってまいりました。これでまあ一番本当に大会をしますでしょう。人気座長が集まります。皆さんがそれぞれご引き様の顔を見ながら気分も打ってくださいます。でもこの
田中間社長は一番大切なのはこの劇場を支えてくれるお客様だからと皆様に納得していただきました上でこの劇場の常連様方に最前列からの席をお渡しいたしました。皆様本当に久留米とそしてこの周辺の町から通ってくださる方だと思っております。そしてこの夜の部に詰めてくださるお客様こそが劇場にとっての本当の宝でございます。いろいろと及ばぬところ足りないところあるかと思います。しかし私が見るところこの劇場の表方たちの気持ちの良さというものは日本でも指を折れるレベルではないかと思っております。まだ生まれたばかり4年生の劇場でございますがこれからどうぞ末永らくこの劇場をご支援くださいましてそして長い歴史をこの久留米の町で刻むことができるようお助けくださいますようお願い申し上げます。田中間社長本日は本当におめでとうございます。大会4年のうちの2年をコロナ禍で失いましてそしてようやく収束とはいかないまでも行動規制が解除され皆様に劇場に詰めていただくことができるようになりました。本日夜の部も皆様のおかげをもちまして大入り頂戴いたしております。ありがとうございます。一部興行の締めくくりは皆様のご協力を賜りましての3本締めで締めたいと思います。まずその1本目はこのコロナ禍にも関わりませず劇場にお詰めくださいました皆様の愛情に感謝し健康とご多幸をお祈りしての1本目2本目は当月公演の主劇団をはじめとし大衆演劇の劇界全体がいやさか果たしますように祈りましての2本目。そして3本目は申すまでもございません。楽勝演劇伝の4周年とこれから先の発展を祈りましての3本目でございます。手打ちの発声の方は紫吹与之倉長よろしくお願い申し上げます、はい、それでは未熟ではございますが大入りの音頭を取らさせていただきます。それでは楽勝演劇伝4年記念公演座長大会いよこれにて公演